意味での嫌なやつだけが結局は自分のスタイルを残すというテーマでお話をしてみたいと思っております。最近映画を見ました。日本映画なんですけど、テルマエロマエという映画です。2008年から13年まで掲載された人気漫画の映画化ということになります。古代ローマの建築家が主人公で、それがですね、何かの理由でタイムスリップをしてしまって現代日本にやってくるというお話ですね。主演が阿部寛、ヒロインが上戸彩というキャストです。その現代日本に来たユリウスという男性がですね、日本の銭湯とかね、日本の普通の家庭の浴槽とか、あとはウォシュレットみたいなトイレとかね、ああいうのを見て、キャップを受けてカルチャーショックを受けまして、わーすごいと。このユリウスは建築家でですね、皇帝から素晴らしいテルマエを作ってくれと言われていたんですね。ちなみにこのテルマエというのは浴場というか銭湯というかお風呂というか、そういう意味ですね。ロマエはローマということですね。ですから、国民の喜ばすような素晴らしい浴場を作ってくれ、お風呂場ですね、という皇帝からの依頼を受けて、自分にできるかどうか非常に思い悩んでずっとこう考えていたと。その時に何かのショックでですね、カルチャーショックというか、タイムスリップをしてしまいまして、日本にやってきて日本の文化にカルチャーショックを受けたんですが、よし、じゃあこれを導入しようということで、そのアイデアを導入してまたヨーロッパに戻って、その提案をするわけですね。そうするとそれが古代ローマにも大ヒットして、そして、多くの人を喜ばせてどんどん出世していくという話なんですね。もちろんこれはコメディですので、リアルという観点では途方もないような話なんですけど、このトンチンカンの誤解とか変な解釈をしたりとかですね、本人たちは至って真面目なんだけど肌から見ると非常に面白いというような、そのギャップみたいのがあってですね、面白いわけですね。そしてこのヒロインの上戸彩はどういう立場かと言いますと、もちろん現代日本人の一少女ということなんですけど、そこで、売れない漫画家だったりとか、あるいは、そういういろんな、展示場でアルバイトしている女性だったりとかというような形で、何にかしかお風呂に関係するようなことをやっておりまして、そこでですね、常に何度もタイムスリップしてくるユリウスであるところのアビルシと出会ってですね、日本の状況とか文化とかを教えてあげるというような、一種のガイド的な役割というかね、そういうような話の流れということになっていきます。このユリウスというのはね、とにかく仕事熱心で熱血感で、皇帝を喜ばす、民衆を喜ばすすごいテルマエを作れたらどんなに素晴らしいだろうかということで、常にそのことばかりを考えているということですね。頑固一徹で曲がったことが大嫌いでね、とにかくね、いいものを作りたいというような、情熱に変わられて、四六時中そのことをね、考えていて、あまりにも仕事中毒のために奥さんもいたんですけど、別れられてしまうと、いうような顛末なわけですね。とにかくね、この文化的なギャップというものが魅力で、それがですね、日本のカラオケとかっていうのも、あとはそのいろんな、なんていうのかな、そう文化ですね、面白いものを取り入れて、でもちょっとトンチンカな形で取り入れてしまったというようなことをね、繰り返したり、意味が違うんだそれはというようなことをですね、鼻高々にこれはどうだというような形で提案したりというようなね、そのトンチンカなギャップみたいなのが面白いというところがこの物語のミソなんですけど、ただね、それだけではないですね。この物語の魅力というのはそこだけではなくね、やっぱりこの主役の人間がですね、ユリウスという男が、非常に何て言うかな、純粋なんですね。どんなに逆境に陥ってもね、徹底的に仕事のことだけを常に考えて、徹底的にこう努力して全力で打ち込んでいる。そして大失敗とかしてもね、また立ち上がって、また素晴らしいテルマエを作る、テルマエと朝から晩まで考えているという熱血ぶりですね。これが見ていて面白くてですね。そしていつの間にかその日本人の、ガイド役的な役割をしていた上田彩も惚れてしまう、好きになってしまうというところがあるわけですね。
まあ、このユリスという人は基本的にやっぱりローマ人、古代ローマ人ですからね、ローマを制する者は世界を制すると言われた時代のローマ人ですので、まあ、プライドが非常に高くてね、クソ真面目で、なんていうのかな、嫌なやつなんですね。常にね、仕事のことばっか考えてて、結構人を人とも思わないようなところがあって、熱血感で、まあ、冷酷な部分もあったりとかね、他人にはかなり無関心で、恋愛なんていうのは苦手中の苦手みたいな、女性がですね、どんなにこう好きなサインを出してもあまり気づかない仕事一途な男というのは結構いますけど、本当に典型的にそういうタイプでね、まあ、嫌なやつなんですね。滑稽なほどクソ真面目で、まあ、要するにいい意味のでの嫌なやつということなんですね。しかしね、またその嫌なやつぶりがまあ可愛らしくてね、滑稽でもあって憎めないというところがあって、それがこの物語の魅力の一つでもあるということなんですね。そしてこの映画からちょっとね離れまして、別の映画ということになるんですけど、アメリカのですね映画界にですね、まあ、あの黄金時代の映画館ですね、あのハリウッドの黄金時代というのはだいたい1930年代40年代50年代ぐらいだというふうに言われているんですけど、そこでまあ大活躍したね大女優というところのキャサリン・ヘップバーンという女優さんがいるんですね。まあ、1930年代ぐらいからずっと活躍して、まあ2003年とか4年ぐらいにね、まあ90歳ぐらいで亡くなると、まあ、いうようなご長命の方だったんですけど、なんとねアカデミー賞にノミネートされたのが12回、アカデミー賞を受賞したのが4回というね、まあ多分今のところそういう4回も取ってる人はいないと思うんですけど、まあ、大女優中の大女優ということなんですね。この人がじゃあどういう人だったかというとね、これがとてもつもなく面白い人なんですね。まあ身長はね170センチ以上あって、まあ当時の170センチ以上ですからね、女性でかなり大きいんですけど、まあそれでもねまたその上にハイヒールを履いてね、そしてまたこれまた当時では非常に珍しいパンツルックで常に颯爽と歩いていたということなんですね。そして黒のスーツみたいなことを着てね、ものを着て颯爽といつも歩いていて、背筋を伸ばしてスタ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 歩いていたと。美人かというとね、痩せぎすで、まあそんなにキリンみたいな感じでね、すごい美人というわけではないですね。まあ一般的な女性から見れば美しい方なんですけど、まあそんな美人という感じでもないんですけどね。とにかくよくねハンサムウーマンとかっていう言葉が一時流行りましたけどね、まあ男っぽいね、チャキチャキした人ということですね。でまあ、あのとにかくね、自分の言ってることやってること主張がすごくはっきりしてね、これは好きこれは嫌い、あれはいいあれは嫌だっていうのをね、瞬時に判断してズバズバものを言うというところがあるんですね。そして自分のプライバシーというのを絶対切り売りすることはなくね、徹底して、守ってですね、まあ男が全く寄りつかないような男だった、女だったということなんですね。まあ、ずば抜けた、ね、演技力と個性が非常に強いため、映画界では本当にひっきりなしということなんですけど、まあ、やりたいことは徹底的にやるし、やりたくないことは断固やらない、主義主張が極めてはっきりしている、自分の軸が、ね極めて明確で、それがぶれない、とにかくね、やりたいこと、やりたくないことがはっきりして潔いというタイプですね。そういう意味では先ほど説明したこのテルマエ・ロマエのね、ユリウスとそっくりということですね。自分がやることを徹底的に追うというところですね。ですから周囲からは非常に癖が強い、個性が強いというところがあり、好きな人は好きだけど嫌いな人は嫌いというようなね、ところがあって、光と影、陰陽がはっきりしているというところがありますね。しかしね、まあ主張がいつもはっきりしているんで、旗から見て安心ではありますよね。こいついつ自分のことを裏切るかなとか、こいつ腹では何考えてるか分かんねえなとかね、まあそういうタイプではないですね。いつ心変わりするか分からないとか、そういう人ってよくいますよね。何考えてるか分からないとかね、そういうタイプでは全くないから、ある種の安心感があるというところがありますね。こういう人っていうのはね、まあ好き嫌いははっきりしてるけど、好きな人の間からでは一種のカリスマ性があってね、まあ、人気があったり愛嬌があるというようなところがありますね。憎めないというようなね、そういうようなキャラクターになっていくんじゃないかなというふうに思うんですね。またね、今度は場所を変えまして、日本の映画界ということに話が移りますけど、日本の映画界でもやはりね、黄金期というものがありまして、これが大体まあ1935年から60年ぐらいということ、まあ、アメリカの映画の黄金期と似たような時期なんですけど、ここにですね活躍した、まあ、勝新太郎というね役者がおりまして、まあ、1960年ぐらいから、まあ、50年代後半ぐらいかな、50年ぐらいから活躍していたんですけど、当初はなかなか 目が出ずにですね、
ちょっと2番手俳優みたいな立場だったんですけど、1962年から多くの方が日本人なら聞いたことがあるタイトルだと思いますけど、座頭市というね、目が見えない人がですね、立て足暗殺をしたりとかね、人を切ったりとかという形で、人ため世のためにね活躍するというような話なんですけど、この人がですね、主役の座頭市シリーズというものを1962年に始まりまして、これが大当たりして、なんとねシリーズ26作も続くということなんですね。そういう大シリーズ化ということになって、もちろんそれをずっと主演で押し通したということなんですね。こういうような大俳優なんですけど、この人もですね、全くねこのユリウスとあとキャサリン・ヘップバーンとすごく似てるタイプなんですね。朝から晩までね映画のことを考えて、映画、演技とは何か、ヒットする映画とは何か、このシーンでこうやってやればいいと、こうやってやった方がいい、監督はこう言うけど俺はこうやってやりたいというようなことをですね四六時中考えていて、黒澤明からね影武者という、大作の主役の抜擢をされるんだけど、それでもねやはり自分の意見と折り合わず衝突して降りてしまうというようなねこともしたぐらいの、人でね、問題とかトラブルも非常に多かったんですけど、やはりね天才俳優ということで多くの人に支持された人なんですね。俳優だけではなく監督もやってプロデューサーも行ったというね、本当に素晴らしいね俳優ということで、黒澤明は海外でも多くの人から評価されているということはよく聞きますよね。主に彼が評価されているのはやはりね椿三十郎とか七人の侍とか、ああいう映画ということになりますけど、そういう時代劇的なものが多かったりするんですけど、この座頭市シリーズもかなりね、黒沢の時代劇シリーズと同じぐらいの評価、高い評価を得て、日本からと同等にですね海外の映画通からも非常に高く評価されているということなんですね。ということでね、この3人の1人は架空のユリウス、1人はキャサリン・ヘップバーン、もう1人はね勝慎太郎ということで、こういうですねスタイルがある人たちですよね。癖があるけど憎めない、そして、この人だけで、この人でなくてはダメだという何かすごいスタイルを打ち立てたということなんですね。こういう人たちのことをね、ちょっと説明させていただいたんですけど、こういう人たちの特徴はじゃあ何かというとですね、基本的にはね、人が感じのいいとかね、人当たりがいい人ではないんですね。偉そうだったりね、ふてぶてしかったり、態度がでかかったりするというところがありますね。謙虚な人ではないですね。何かをやって、皆さんのおかげで本当にうまくいったんです、本当ありがとうございましたというような人じゃないですよね。あなたは素晴らしいんですねって言ったら、あ、そうですかとかね、あ、それは当然ですと言わんばかりのね、傲慢とか傲慢不遜という感じではないんですけど、少なくてもね人当たりが良かったり謙虚だったりするようなタイプではないんですね。でもね、どこかしらこう可愛くて憎めないところがあるというわけなんですね。じゃあそれは何かというとね、やっぱりね、一種邪気というものがないからだと思うんですね。邪気というのは横島な気持ちというかね、横島な気持ちというのは、自分だけ得すればいいやとかね、自分だけ良ければいいというエゴイスティックな気持ちというか、その器の小ささというかね、そういうんではなくね、自分の仕事にですね、損得感情抜きで丸ごとのめり込んでる、打ち込んでるという、そういうですね潔さ、ピュアな部分があるということなんだと思うんですね。こういう人がですね徹底的に打ち込んで、それで生き方が不器用だったりすると、あいつなんか変なやつだけどなんか面白いなと、そしてやることはやってるしすごいなというようなね、評価になってくるんじゃないかなというふうに思うんですね。クリエイターということを目指している人というのはね、誰しもやっぱり自分のスタイルと、自分独自のスタイルというものを持ちたいなと強く思うわけですよね。画派で言えばゴッホとかね、ミュージシャンで言えば、それこそいろんなアーティストがいますよね。この人の真似をやっても絶対猿真似になるだけだなとかね、俳優さんでもいろんな人がいますね。でもなかなか自分のスタイルを持つ人ができないという部分もありますよね。でそのスタイルというのはね、やはり器用な人間にはできないんじゃないかなというふうにむしろ思うんですね。器用さというのは一種の才能ということも言えますので、センスであったりね、適性であったり適応力であったりするから、器用さというのは一種の才能であるとも言えるんですけど、逆にね今度器用な人というのは人生に対して生きる上でのこの抵抗とかね、そういうものはないですよね。スイスイと生きてしまう、
ゴツゴツゴツと生きるではなく、スイスイスイと何でもやってしまうというところがありますね。武器の人はそういうふうにはいきませんよね。器用な人がスイスイと行くところはあっちにぶつかり、こっちにぶつかりね、こっちでつまずきというようなところがありますよね。ですから器用な人はそのままね、普通の自分の姿勢でテク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 歩いていけば、周りの人と歩調を合わせてうまく歩いていくことができる。しかしね、不器用な人はそれがなかなかできないんで、こっちにぶつかりあっちにぶつかりして、ね、時には怒られ、時には疲れというようなことをこう繰り返していくということになりますね。そうすると自分の姿勢そのままでは歩いていけないと。自分では右肩があって左肩が下がるから、ちょっとね、この角度でこうやってやっていけばいいかなとか、自分はガニ股なんでこうやって歩けばいいかなと、まあいうような、こうやってやると人と合わない、ぶつからないぞとかね、こうやってやらないやればうまくいくぞと、ここは見せずにここを隠して、ここを前に出せば、ちょっと世の中もうちょっとうまく生きていけるんじゃないかとかね、そういうことを常に考えて生きていくわけですね。そうすると当然ですね、器用な人みたいにこうスマートにね、自分の姿勢でスイスイ歩くことができない、変な右肩が上がって内股で、首が右に曲がってみたいな変な姿勢で歩いているわけですね。そうするとですね、最初こういうの変なやつだなというふうに思われるけど、それがだんだんやっぱりこう続けていくとですね、工夫とか改良とかしていくうちにだんだんね、洗練されてきて、そして、うまくいくようになって、それが一種の個性特徴となって、それが受け入れられるとね、あの人らならではだなとか、あの人の個性だなというふうに言われるわけですね。ですから器用な人ってのはむしろスタイルが作れないんじゃないかなというふうに思ったりするわけですね。不器用な人だからこそスタイルが作れるというようなね、ところがあるんじゃないかなというふうに思うんですね。だから不器用な人がいいやつになろうと思ってね、自分はみんなに好かれたいなと思って、自分の個性を消そうとすると、やはりね、いいやつでもないし、嫌なやつでもない、目立たない地味なやつで、パッとしないやつで終わってしまうというところがあるのかもしれないなと思いましたよね。まあ不器用な人は不器用な人でね、俺はこれだというようなことでですね、自分を押し通して生きた方が、まあ結局は楽だし、ストレスも少ないですしね。まあ結局所詮人間というのは誰にも全ての人に好かれるというわけではいかないわけで、まあ10人中いたら2人ぐらいに好かれて、2人ぐらいに嫌われて、あとはまあグレーゾーンというようなところだと思うんですよね。器用な人はそれが全体的にグレーで、全体的にね、なんかこうほわっとしているというところがあって、ぶつかるところが少ないけど強い支持者もできないというようなところがあるような気がするんですよね。ですからスタイルというのはね、やはりもう自分を受け入れて、俺はこれはできるけどこれはできないということをね、もう明確にして、それを押し通す、抵抗が強かったりね、反発が強かったりしようと、もう押し通すと、もういうのがですね、まあスタイルを作る近道なのかなというふうに思ったりしたわけですね。まあ皆さんね、そういう部分でいろいろと生き方においても創作においても悩むと思いますけどね、まあ、スタイルというものと器用さというものは案外ね、対立しているというか、矛盾している部分、違う部分もあったりする可能性があるから、必ずしもね、器用で才能ある人間がいいとは限らないぞというような気がしたというお話です。ということでね、いい意味での嫌なやつだけが結局は自分のスタイルを残すというテーマでお話をさせていただきました。長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。よろしかったらコメントとかチャンネル登録などをしていただけると嬉しいと思ったりします。では失礼します。